ラットさ、あれじゃね？ディガポイとか使ったら強そうじゃね？そうですね。じゃこのポイズンをロケットに変えて、ウッドのところはロケ砲にします。で、そんでこのテスラはミラーにして、いや、いつものやつ。いつものやつやないかい。いや、そんなことないですけどね。じゃあ、あれ使おうよ。ババボヤスケラ。いいっすね。じゃあ僕好みにちょっと変えますね。ナイトを親衛隊にして、エレキをアーチャーにして、メガゴはね、ロケット砲士にして、ベビドラはミラーにしちゃいますね。いや、いつものやつ。いつものイカれてるデッキやないかい。ライドです。今日もやっていくんですけど、今日はね、このね、神器というくらいにいるんですけど、なんと、このね、麦タン。まあ、みんなね、みんな大好き麦タンですね。が、グロ今5位なんですけど、昨日ね、グロ1位になったということで、このね、新型神器ですね、の、解説をしていきたいと思います。で、なんですけど、このクランに、リポをね、貼ってもらって、結構あるんですけど、上位は、すごいミラー対決が多いですね。だから本当にマルチの最上位の方ではめちゃくちゃ流行ってるってことですね。で、麦が多分このちょっと6000ぐらいかな、しかやってないみたいな感じで言ってたん、5000かな？なんですけど、6000か。なんですけどね、本当にそのうちの半分、あ、2つか、2つがミラー対決なんですよね。そう。なんで、なかなかね、そんななるもんなのかと思いつつ、こういうね、やっぱ雪玉、攻め呪文が雪玉しかないのに、こうボムタワーをね、突破したりだとか、こういう、まあ、テスラーとかも結構、なんだろうな、まあ、プリンセスにも結構ね、届かないし、ウッドじゃないんで、攻撃は届かないんですよ。だから、そういうのも処理できないし、結構ね、施設建てられて、ロケット削りでイモられたりしたら結構辛そうだなとかね、思うんですけど、全部ね、ここら辺勝ってるので、なんかそれのね、リプレイ解説をね、していきたいなと思います。で、まずは、これですね。まあ、ミラー対決2つあるんで、1つだけね、紹介したいと思うんですけど、このね、ターターみたいなね、名前の人が、ウェロっていうね、人の代行で、あれですね、だから、これが、もう世界一の神器使いなんですよ。この人が。そう、もうウェロといえば、はい、神器ですね、みたいな、そう感じ。多分、ケンツとかも結構言ってると思うんですけど、それにね、このミラー対決で勝ってるんで、そのね、まずリプレイからね、解説していきたいなと思います。はい、なんですけど、まあ、これのね、ミラー対決の、俺がもう全部のリプレイ2回ずつぐらい見たんですけどね、俺。そう、普通にね、学びたいってのもあって、紹介とは、このリップ紹介とか別にもう見てるんですけど、なんかね、攻めないんですよね。まあ、先に攻めたら、多分ミラー対決って大体の場合、先に攻めたら負けなんですよ。そう、うまく守って、カウンターバコーン決められる感じなんで、もう本当に、お互いね、この後ろからマジアチャを切って、足前ランバーとインドラいて、攻めんのかな、ラム投げんのかなってなったら、また後ろからマジアチャ切って、みたいなね、そんな感じですね。で、これ上手いのが、そう、タワーにね、ダメージ入れつつ、相手は、タルババね、届かないところにマジアチャいたので、ノックバックで手前に寄せるのと同時にタルババを転がしてるんですよね。もうだから急に、あい、ここ届かないな、タルババってこう思ってたら、こうね、ぴょって。前に寄せられて、タルババ当てられたりしてね、結構大変なことになりますね、これは。はい。で、結構麦もダメージ入れていくんですけど、相手もね、なかなか、いい防衛でね、そう。ここは、まあ、マジャチャ出すものの一発入ってしまうという感じで、はい。そんな感じですね、結構。で、若干の襟振りがあるのと、マジアチャを多分先に出した方が強いんですね。なぜなら、自陣奥深くで受けれるから。なので、ここら辺も注目ですね。相手がどう立ち回るのか。まあ、相手がもうね、だから、で、麦がね、それに勝つ、ミラー対決で勝つっていうのがね、めちゃくちゃすごいですね。まあ、あとは、結構、まあ、逆サイに来る場面もあるんですけど、同サイド勝負は結構多いですね。やっぱりこう、後ろから切って、後ろから切って、後ろから切ってって、やっぱ上手い人同士の戦いはこうなるんかな、みたいな。本当にね、感じた、見てて感じたのが、ギャンブルみたいなプレイが本当に少ないですね。マジでない。で、やばいっすよ、今のも。タルババをスキルで囲んで延命して、インドラは、前のインドラはアイゴレで延命するっていう。で、延命したと思えば、このね、なんだろう、マジアチャを延命しないで捨てるみたいなね、ちょっとよくわかんないですよね、本当に。で、お互いここを攻めずに、そう、タルババとかで手札を回して、後ろから交えちゃうという感じで、結構ね、いや、ことがも結構インドラとかを切っていく感じなんですけど、まあ、お互いね、まあ、端前、アイゴレ、インドラですね、こうやって、まあ、タルババ手前に寄せて、タルババと、麦も当たり前のようにやりますね、本当に。
でここも一回後ろから待ち合わせなんですよ。真ん中からとか高めからとかではなく、もう、一番後ろから、一番後ろから待ち合わせを切っていくんですね。で、こうやって延命していくという感じで、で、インドラとかでね、違う角度からぶん殴りつつ、こうね、相手もインドラで殴ってる間にインドラで殴るみたいなね。でそれで雪玉でリセットして、インドラ同士の戦いに勝つ。で、もう一回待ち合わせもあったら、後ろから待ち合わせを出すって感じで、この、すごい様子の見合いですね。もうだから、お互いギャンブルプレイはしないで、もう出したら、もしかしたら刺さるかもしれないけど、確実に刺さるところまで待つっていう。そう。で、ランバーとかもインドにこうやって後ろからインドラ咲くんですよ。で、多分これ、スケで手札回して、もう一回後ろから待ち合わせなんですよ。そうですね。そう、すごいんですよ。本当にすごいの。これが。いや、マジでね、こんなで、このマジアチャをね、延命するかなと思いきや、また後ろからね、相手もね、マジアチャを出すみたいな。もう、インドラ、アイゴレ、マジアチャ、タルイユキ、つって回して、もう一回ね、で、スケって回して、もうランバーはだから、お互いあんま出さないですね。おー、で、麦がこれで、キング前からマジアチャを展開し出すんですね。この辺で仕掛けるのかなとかね、思いつつね。よいしょ。で、これで、一旦インドラが死ぬ、ここでですよ、ランバーを流し始めます。ランバーを流し始めて、ここアイゴレは、延命する。アイゴレで延命しましたね。やべえよ、これ。で、ここで、インドラを裂いて、急に、麦がね、先にラムを飛ばし始めます。まあ、これは多分ユニットが溜まったからっていうところで、このインドラ同士の殴り合いもね、勝ちつつね。で、ここで、殴るのかな、殴るのかな、入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 れ、入らないという感じで、まあ、ただこれはね、結構、相手からしても、マジアチが端前にいるのはなかなか鬱陶しいことなんで、で、このランバーとかには早めにマジアチを出すと。で、これで、やば、マジアチャ読みのアイゴレかな、これは。か、ランバーを釣るけど、ワンチャンマジアチャが来てもいいように、ちゃんとね、違う角度、インドラと違う角度にね、出しますね。で、やり返しの貫きマジアチャ。で、このマジアチャに対して出してきた、そのタルババはスケで拾うという感じで、もうすんごいですね。すんごいの。で、こんな、もうラム2体出ちゃってるからね。やばい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 、バーンという感じで、ギリギリかな、ギリセーフか、ギリアウトか。まあ、ただここでですね、まあ麦がもう端前勝負を制して、この相手はねラム2体出したので、もうねここを守られたら負けっていうタイミングで、麦がね普通に防衛をして勝つみたいな、ね、感じで、勝ちましたね。いや、すごいっすね、本当。なんかもうマジアチャを延命してとか、まあ結構そんな感じですね。端前の勝負でもうランバー、インドラ、マジアチャと残っていたら敵のマジアチャを潰しつつラムを出すみたいなね、もうすごいっすね、本当に。なんか高等技術だらけみたいな感じですね。で、あとあるリプレイが、コカツと、このロイホグと、そうですね。まあ多分、いや、俺、コカツはまあでも、ちょっと、これよりは突破しやすいと思うので、ホグ行こうかな、ホグ。ファルチャホグとか普通にロケット削りされて、ファルチャイスピュートで全部守られそうなんで、結構これとかもね、なんか気になるんじゃないかなと思いますね。さあ、ここはどうするんだ。まず、その気になるのがあれですね。ファルチェとかに対して、同サイドで勝負するのかっていうところですよね。同サイドで勝負するのか、逆サイドで勝負するのか、それは麦のプレイがもう正解なので、グロイチ言ってるんでね。正解なんで、もうファルチェとかをこのデッキで引いたときは、同サイか逆サイかもうはっきりするんですね。そう。まあ、その時のね、時と場合によるとは思うんですけど。さあさあさあ。ここで、タルババに対して出させていくと。ここはインドラかな、はいはいはい。ライスピを添えて、リセットと。で、こっちはラム、ラムで縛いていくと。そうですね。で、ラムの前にちゃんとね、アイゴレをつけて、アイゴレラムの形を作っていくんですね。これは、なるほどって感じですけど。さあ、ここでウッドで勢いを止めてからのトルネ起動。うまいですね、やっぱり。突進させないで、タワーに突っつくけど、ちゃんとね、起動するっていうね。やっぱね、上手い人の、なんか、あれですね、ダメージを最小限に、なんだろう、抑えてキング起動したいっていうね、こだわりが出てますね、こだわりが。で、タルバを転がすけど、アイスピと。で、ここは、ランバー切って、まあ大体ホグとか飛ばさないんですね。ここは、ナイトとかで一旦待ってから、どうなんだろうね、ここは。で、マジアチャチャ、やばっ、マジアチャ読みの、やばいですね、これ。マジアチャ読みのファルチェが来ましたね。やべえ。で、これで、ここなんですよ。相手のうまいところですね。ここでは、麦もめちゃくちゃすごいんですけど、相手のうまいところ、まずマジアチャを読んで、ランバーとマジアチャと、あと、で、そこにはファルチにインドラ出させますと。そしたら、火力ガードがないんですよ。まあ、そんなのね、使ってる側わかるんですけど、相手のホグ側がわかるのが本当にね、手札把握がすごいなと思いますね。で、こうやって、火力ないカードしかないので、こうやってね、
やるんですけど、麦もね、スケ雪玉で、一発に抑えますと。あー、すごい。すごいですね、これは本当に。やべ、めっちゃ鼻水がやばい。で、その次ですね。まあ、ギャングとか来たらタルバを転がすんですけど、この次に、ケツアイゴレなのか、ケツラムなのか、ケツランバーなのかと。マイアイゴレ。あ、これブラックですね。ここは、おー、マジ？で、またインドラ出すと。はい。で、そしたらホグが来るんで、スケと、タルババと雪玉。これで完封するんですよ。いや、もうね、次相手がね、スケ読みしてくる、スケ読みの雪玉、アイスピをね、相手は出してきたんですけど、それすらも読んでね、どうせこのスケ潰してくるでしょ、つって、タルババ転がして、雪玉で完封していきましたね。いや、マジ異次元。で、これは少しでもダメージを稼ぐと。で、ファルチ読みのインドラと。ただ、早すぎて、外れるって感じですね。相手も多分出そうとしてたと思うんですけど、めちゃくちゃ麦の読みが。で、こことかもね、延命が結構すごかった気がしますね。いや、すごいんですよ、これはマジで。いや、マジすごいな。ここも雪玉打って延命するんですね。で、マジアチが残っちゃったと。で、左にマジアチが行ったのを知っていて、アイゴレを飛ばすと。で、ここで、ランも右。あー、これはやばいな。そう。で、ウッド切った後なんでね、このマジアチがね、結構残っちゃってめんどくさいんですけど、ただここはちょっとミスってしまうという感じで、またね。はい。で、ホグ来ます。で、ランバー雪で完封と。はいはいはい。すごいスピーディーですね。でちゃんと、その防衛したユニットの前にアイゴレをつけて、攻めの形もね、ちゃんとなんだろう、このランバーとか無駄にせず作っていくっていう。そうですね。で、こことかもどうすんだろうと思うんですけどね。OK？ ただ、これ相手も分かっているのか？一発入る！やばい！で、これは、インドラと、雪玉。で、やばいっすね、これ。まあ、相手がアイスピとトルネを切っていたんで、インドラに対して何もできないということで、まあ、インドラと雪玉だけでね、完封ですね。やばいっすね、ほんとに。で、相手はこれ、マジアチ読みかな。でもこれは、おぉ、マジアチ出すんだ、先に。これ、トルネとかで寄せられたらめんどくさいかなとか思うんですけど、マジアチ出すんですね、ここ。おやべえ、インターホン来た。やばい、なんで？でもこれは出れないっすね、さすがに。もう、なんで今来んの？とりあえず、ここは、雪玉で、うるせえうるせえやばい。で、これで、ランバーと、なんだろう、インドラでね、ちゃんと縛いていくって感じですね。で、ここは雪玉という感じで、なかなかね、やっぱね、すごい、お互い通らないですね。なんか本当に。で、ここはラム、で、違う角度にアイゴレと、インドラと、いう感じで、もうファルチがね、来んの読んでいて、始まりにナイトがファルチ来るでしょっつって、する。はい。もう始まりインドラでね、全部、なんだろう、ナイトとファルチを溶かしていきましたね。やばい。ここはもう攻めラッシュですね。相手に攻めさせない。相手にロケット打たせないっていう。まあ、防衛ロケット打たせたら勝ちっすからね、言うたら。相手は削る手段がもうないので。で、ここはホグとか来るから、多分、おい、マジでちょ、貫いていく。貫いて、貫く！すごいな、本当に。いや、マジやばいっすね。マジやばいっす、本当に。ってことで、なんかね、そうですね。本当に無駄なプレイがないっていうのが、まずすごいところと、無駄なプレイがない、ミスがない上に、すごいプレイがあるんですよ。そう。まずミスがないのがもうね、お互い、そのトッププレイヤー同士も普通っていうのもね、俺が言うのもおかしいですけど、まあ、普通みたいな感じになっていて、そこでしかもミスがないのに、うまいプレイがある。もう、素晴らしい。お見事です。はい。まあね、この時期ね、マジ大変なんですよ、ほんと。いくら動画前にね、鼻を噛んで挑んでも、鼻水がね、シャシャってくるんですよね。ってことで、最後、北下ちゃんにね、生贄になってもらいますということで、いきます。こういうね、なんか、施設で持ってくる相手に対しては、どうやって立ち回るのか。正直、ホグ投げられて、1、2発入って、だけど、頑張ってラム投げるけど、ボムタワーで完封されるみたいなのが、結構その、なんだろう、思うじゃないですか。そういう、そうなっちゃうのかなみたいな。そう。だから結構、相性とかね、悪いように見えるんですけど、どうなんですかね、実際のところ。で、ここも、ランバーと、ユキ。はい。なるほどと。ラムとか逆線に飛ばすのかなとか思ったけど飛ばさんですね。で、北下もうまく真ん中にマスク置いて、スケで寄せて、すごい効率的な防衛ですね。で、マジアチャ。スケ。はい。で、このスケとかもうまいですね。いやー、うまい。ここで延命、アイゴレとかすんのかな？しないんだ。ここを生かさないんですね。
この生かしたマジアチャはあえて捨てて敵にエリクサーを探せると。いや、ここで丸々エリゴレ分のね、エリアドがありますという感じでインダラ出していきますね。まあインダラ出してトントンなので、ね、全然いいんじゃないかなと思いますね。ここですよ、相手がどう来るのか。高めマスケとか来るのかな。来ないですね。相手もちゃんと後ろから展開していきますね。うまいうまいうまい。でここはユニット2体残ってるが、行くのかな。あ、手前に寄せんのか、これで。うまい、それうまいわ。雪玉だけでちゃいますね、やっぱり。お、ラム。おほほほ。ここで、うえ、そんな両サイ攻めある、そんな両サイ攻めあるっていう攻めをしていきますが、まあ、バルキリーとランバー、これどっちが勝つん、あ、これはそうだった。そうで、ランバーが一発あるんですね、ここで。はい、って感じで、なんかね、何かランバーかラムでそのやった後に端前にアイゴレをつけるんですよね。そうすることによってこの両サイド形を作るっていうのがすごい大事なのかなと思いますね。まあ、これ雪玉が来る。で、雪玉が来て、これホグ2発入っちゃうんで、ちゃんとね、スケを添えていくと。いやー、素晴らしいですね。まあ、ただちょっと、ここでエリアじゃない、ダメアドをね、若干取られているので、どう立ち回るのかなっていうのが気になりますね。攻めても、本当にアド取ってとか、形作んないと、ボムタワーマスケで全部守られるんですね。大型呪文もなければ、クエイクもないので、突破できないと思うんですよ。そう、だから、どうすんのかなと思いますね、ここは。ただ、相手は、ここは、マスケを捨てて、で、ここで2体目マジアチャで貫くんですね、ここ。バチコンと貫いて、ここでどうするのか。で、バルキリーが来るの分かっているが、延命する。延命して、ここですね、ここ。で、ラムを飛ばしていくと。で、スケと、雪玉じゃない、タルババでね、防いでいき、ユニットが微妙に残っているが、ここは追加するのか、インドラを追加すると。で、ここは何かで竹を取ってコウモリ来るはず、来た。で、ここはラムなんだ。雪玉じゃなくてラムですね。ラムでこうやって投げて消してくれるんで、ラムで消しつつ、ミニ残りインドラが残ってますと。で、ここは、マジャチャで一発貫いてダメージを稼いでいく。ここは一旦ステイかな。一旦ステイしますね。はい。って感じで、結構ダメージのアドバンテージを取って、一旦ステイですね。で、ここは、タロバで潰してから、ランバーと、雪と。いやー、これですね。で、ここは雪玉を切ったので、コウモリとバルキリーの形を作っていくが、マジアチャ。これ、ちょっとチャンスですね。相手がバルキリーとコウモリちょっとシャシャって裂いたので、ここは一旦後ろから組みつつも、多分端前ぶっぱいくと思うんですが、どうなんだろう。結構形組めてますよ。はい。ラムか？行かないけど、ここで一回マジアチャとかで形を作ってからラム。なるほどね。ここで、あそこではラム行かないけど、今だっつってね。そう、違いが分かんないですね、本当に。ただ、ここは雪玉バーン消していき、ランバーが止まらない、もうね、止まらないタイム入ってますね。もうすべて。で、このね、レイジンドルインドラも全部施設とかもね、溶かすんで、すべて止まらんすね。で、ランバー追加。で、マスケも、ファーン雪玉とラムで溶けて、ありがとうとね。まあ、日本人同士の対決なんで、まあ、お礼も混ぜつつ、グッドゲームという感じで、いや、すごいですね。なんかね、本当に、ちょっと形が組めて、あ、これいけるかなぐらいじゃいかないですよ。もうなんか、そこすらも、ちょっと形組むところって、ユニット 3体ぐらいいるから、そうなんだろう。相手が結構処理に、なんだろう、コストかけるじゃないですか。で、それすらも、自陣から出したらまたマジアチャとかで、シュパって潰していくんですね。だから、マジアチャ、インドラ、ランバーの形ができてて、もうラム飛ばさなかったんですよ、一回。で、ここ、端前を防衛させて、それに出してきたね、コウモリとかを2体目高めマジアチャで、こう、シュパシュパして、形をね、もっとがっつり組んでから、で、ランバーが死んで、レイジが落ちるんですよ。で、そこに、アイゴレ、ラム飛ばして、2体目をマジアチャ、バーンで真ん中にまた置いたりして、なんかもうね、すごい、サイクルと、サイクルをね、兼ね合わせながらも、ランバー、アイゴレ、マジアチャ、あとインドラですね。で、めちゃくちゃ形を作ってますね。いや、こうやって突破するんだって感じですね。だからもう本当に、言ったらなんか流れ作って、1回の攻撃で、3600から2000まで削ったじゃないですか、麦が。で、その後に、もうその後は全く削ってないんですよ。全く削ってなくて、もう一回ね、流れを作って、2000バコーンって持ってったんで、ここはね、なんかね、すごいですね。こういう戦い方をする
というのが、まあ、グロイチのね、やっぱあれなのかなと思いますね。いや、すごいな。これは真似したい。真似できるまで行きたいですね。あと、やっぱり、その、ジンギーのミラー対決で、その相手がタルババ持ちの時ですね。タルババ持ちの時は、アイゴレとか、ランバーとか、まあ、スケですね。特にスケ。スケで、タルババを囲んで延命をめちゃくちゃしてましたね。なんで、そこを絶対意識。絶対意識ですね。もう、タルババ持ってる相手には、もう、ここでマジャチ出た瞬間、もう延命、マジャチ延命、マジャチ延命と思ってて、このね、スケ来た瞬間、はいはいって、見せますよ、つってね。このタルババを来て、スケで、パコッ。込んでいく感じですね。はい、って感じで、今日はねこの辺で終わりたいと思います。いや、すごいですね。本当にすごいし、なんかね、すごい、まあ、まずね、てかベロに勝ってるのがすごいですね。本当になんかミラー対決とか、こいつ、ね、もう何百戦もやってるはずじゃないですか。で、麦をこの時強そうだなつってパクってこうやって、それで勝っちゃってるのがね、もうちょっとね恐ろしいですね。もうベロ側からしたらたまったもんじゃないですけど、はい、ってことでね、まあ、麦とはね、仲良くさせてもらってるんでね、いつか BO3 とかもね、挑んでみたいと思うんですけど、ね、もうちょっと腕を上げたら、仕掛けたいと思います。はい、ってことで今日は、ね、終わります。バイバイ。